マーカムは、カナダのオンタリオ州南部、ヨーク地域南東部に位置する都市である。トロント市の北部と隣接しており、クレータートロントの一部を形成している。トロント中心部から北に3 0トルほどの距離に位置している。人口は328,966人で、カナダ国内16番目の規模となっている。1970年代までは、 農村部に過ぎなかったものの、1980年代よりトロントの郊外として街の整備が始まり、1990年代には人口が急増した。2016年には人口は32万人を抱え、ヨーク地域内では最大トロント大都市圏の中ではトロント、ミシサがブランプトンに次ぐ4番目の規模となっている。人口規模に反して2012年まで調整が、 敷かれていた。特に、中華系の移民が多く、中華系の小売店、スーパー、ショッピングモールも数多くあるほか、GTA で最大の日系ショッピングモール J、タウンもここにあるなど、在留邦人の拠点ともなっている。世界的企業のカナダ本社の拠点が置かれており、ホンダ技研工業、東芝、トヨタファイナンシャルサービス、現代自動車、ジョンソンエンドジョンソン、 IBM、モトローラ、アバヤ、オラクル、ファーウェイ、ハネワル、アドバンスとマイクロデバイセズ等がここに拠点を置いている。19世紀、マーカムは上流所や醸造所が集まり、活気に溢れていたため、開拓初期の頃は、トロントの前身であるヨークよりも賑やかであったとされる。現在は、ハイテク産業が多く集まっており、IBM やモトローラ、アルカテル・ルーセント、 アップルなどが入っている。その他、a m d の子会社、ATI テクノロジーの本社もある。マーカムの中心街には、多くの高層住宅が高密度に建設され、スプロール化対策が行われている。また、グレーターモントリオールに属するケベック州のラバルと、経済と文化面で提携している。高い人口増加率を維持しており、国内でも急速に発展している都市の一つである。 2016年統計によると全人口の87%がカナダ国籍を持っており、6%が近年の移民で構成されている。白人人口は全体の22%に過ぎず、有色人種が過半数を大きく超えている。特に中国系住民が45%と半数近くを、占めておりその多くが1990年代以降に、 急増した香港からの富裕層移民となっている。マーカム町並み、マーカムの住宅街市内には、セネカカレッジのキャンパスが置かれている。地元にはいくつもの劇団が存在する。その他、主要な劇場にマーカムシベックセンターにある、マーカム舞台芸術シアターがある。AB スタティスティックスカナダ2012。ありがとうございます。